ベックサシオンはエリック・サティが作曲したピアノ曲である。ベックサシオンのピアノフライ名の意味はいろいろに訳されている。ベックサシオンには嫌がらせ、尺の種という意味もある。その他にも自尊心を傷つけるものという意味だと書く書籍もある。52拍からなる1分程度の曲を840回繰り返す曲である。サティによる楽譜にはこのモチーフを 連続して840回繰り返し、演奏するためにはあらかじめ心の準備が必要だろう。最も深い沈黙と、真剣な不動性の姿勢によってと書かれている。繰り返しありで、世界一長いピアノ音楽だが、メトロノーム記号によるテンポの指定がないため、全曲で18時間から25時間まで幅がある。ただし、ショパンのマズルカ作品七から五や作品十八から四 サティのスポーツと気晴らし中の第16曲単語のように終わりがなく永遠に繰り返しされる曲やジョン・ケージのアスルスプのように演奏時間を約639年も恋にかけるものが楽譜化されたより長い曲として存在する。正確なことは不明であるが1895年頃ではないかと推測されている。ただし、 1892から93年と書いている文献も存在する。祈り、ベックサシオン、ハーモニーの3曲をロベール・キャビが神秘的なページという題名をつけてまとめ、1969年にパリのマックスへク社から交換した。これらのうち祈りとハーモニーはキャビーがフランス国立中央文書館に保管されていたサティのワークブックから発見してきた断片で、 共に、キャビによる命名である。もともと、これら3曲には何の関係性もない。日本国内では、高橋明が肯定した、エリック・サティピアの全集の第2巻に含まれている。作曲にあたって、サティは次の数列を利用したと考えられている。この数列は、LA イコール2、L1 イコール1、LN プラス2イコール LN プラス1、LN で定義されている。 火星付けされた旋律が三西部からなっていること、バスのテーマが11音から構成されていること、18種の和音からなっていること、29個の音で構成されていること、繰り返しの回数である840は、上記の数列のうち、1から322までの総和であることなど、この数列を利用したらしき形跡がある。百六十三年九月九日、ニューヨークポケットシアターで、 ジョン・ケージらによって初演された。この時は10人のピアニストと2人のスケットが夕方6時から演奏を開始し、翌日の午後0時40分まで演奏をし続けた。その数年後の1967年10月には、イギリスの音楽学者、リチャード・トープがドルリー・レインのアーツラボで約24時間にわたる演奏を行った。これがこの作品における初めてのソロ演奏である。 ピアニストのピーター・エヴァンスは一人で演奏しようと、舌が595回弾いたところで、幻覚症状に陥って演奏をやめている。日本初演は、1967年12月31日昼前に、東京、アメリカ文化センターで始められ、年越しをして1968年1月1日朝に終了した。演奏に参加したのは柳聡、柳石 ユアサ・ジョージ、ロジャー・レイノルズ、マユズミ・トシローラ16人である。その後もごくたまにではあるが完全に演奏されることがある。1975年から秋山国春が企画した異端の作曲家エリック・サティ連続演奏会の中でも全曲演奏が行われた。この時には演奏に約13時間かかった。演奏には全部で40人が参加。 音楽学生や演奏家の他にも、柴田奈美夫、伊里野義郎、竹光徹、真柚敏郎、石井牧、三宅春奈、近藤譲る、坂本隆一らが参加している。2004年5月5日放送のフジテレビ系、トリビアの泉でも紹介され、実際に、ピアニスト、神田新一郎、神正子、安西紗恵の各奏者が50回ごとの交代で演奏したところ、 すべて弾き終えるのに18時間18分かかった。2020年5月30日には、ドイツ・ロシアのピアニストイゴール・レビットが、ベルリンで演奏し、15回の休憩を挟んで15時間28分で、弾き終えた。ライブは無観客で、ペリスコープを通じて配信された。楽譜はあらかじめ840枚用意され、1枚、弾き終えたら、それを床に落とす方式が取られた。 2021年2月3日には、八ヶ岳南六の清里にあるオルゴール博物館、ホール・オブ・ホールズにて、12名の演奏家、作曲家らによる演奏が行われ23時間19分で演奏をし終えた。演奏者は、福井真奈、岩田渡る、山本正一、山本香織、吉原太郎、山口慶太郎、佐江草和也、川野幸子、山本守、横山友香 小松原俊一、佐竹あゆみ。使用された楽器は、ピアノ、フォルン、トランペット、チェロ、コントラバス、鍵盤ハーモニカ、ボイス、オルガネッタ、オルガニート。ありがとうございます。